無言の肖像王さん46歳女性私の母の実家は長崎の小さな島にありましてねと言っても戦後そこに家を建てて住んだのでもともとは長崎市内に住んでたんですけどその家には祖父母と母の弟家族が2世帯で住んでまして 盆や正月には親族みんなでそこに集まるのが慣例でしたその家の応接間に個人亡くなった方の遺影が飾ってましてね昔の家ならよくあるでしょう亡くなったご先祖様の遺影を欄間やら壁の高いところに飾るってことその家にも何枚か遺影がかけてあったんです 子供だったこともあって、そこにかけられている写真の人物が誰かなんて聞いたことはなかったんですけど、その中に一枚だけ、軍服の男性の写真がありましてね。とても老ウタケタ、正漢なのに綺麗な、というと男性には失礼かもしれないんですが、そんな人でした。だから、妙に気になってたんです。 気になって祖母の家に行くたびに見るのだけど誰だかわからないままだったその写真の人物が自分の実の祖父だと知ったのは私が大学生になってからでした母は昭和16年に長崎市内で生まれました1939年にヨーロッパで始まった第二次世界大戦は母が生まれた年に 日本を巻き込んで太平洋戦争が勃発しました。だから物心ついた時にはすでに防空訓練が日常でしたし母は3歳にして空襲時の号令を言えるようになっていて立派な小国民やなぁとご近所で褒められていたそんな時代でした。母の父つまり私の実の祖父が出生したのは まだ母が物心つく前のことでした。だから母は祖父のことを覚えてはいませんでしたし、当時存命だった祖父の手前、祖母に聞くこともできませんでした。だから母がぽつりと言ったことをお話しします。長崎に原爆が落ちて、その6日後に迎えた終戦で世の中は一変しました。 その当時、母は4歳。戦後の混乱と原爆の焼け野原で長崎の行政が混乱する中、祖母は祖父の戦死の知らせを受け取ったのです。小さな子供を抱えた女性が生きていくのが楽なものではないのは今も昔も同じこと。当時、兄弟の家に身を寄せていた祖母でしたが、 どこの家庭も戦後の混乱の中で困窮しているのは同じことでした。ましてや、長崎は浦上を中心に壊滅的なダメージを受け、病院もろくに機能しない中、人々はどんどん倒れていきました。原爆症の不安と、その日を無事に生きられるかどうかの不安。その不安は、焼け野原だった土地に掘ったて小屋が立ち、 徐々に人々が生活というものに目を向けられるようになった頃に実感するようになったようです。そんな中、祖父の弟が復員してきました。祖父の弟と祖母が結婚したのは、周囲の勧めが大きかったようです。身代わりのように結婚なんて、と難色を示す祖母は、それでも、 生きていくために祖父の弟と結婚することを決めたのでした母が小学生の時のことでしたそれから三人は混乱する長崎市内を離れ島に移り住みます家を建て港の近くに大屋を開いたのですそこから本当の意味での新しい家族としての生活が始まりました 実際戦戦時中戦後でではよくあったことだそうです夫が戦死し生活のために再婚することもその再婚相手が夫の親族であることも当時若い男性は少なかったですし被爆者は結婚相手として差別の対象でしたので祖母に選択肢がなかったことは間違いありませんですが 祖父の弟はとても優しい人でした。とても平等で、血筋的に言えばめいの子にあたる私を本当の孫として可愛がってくれました。だから、きっと母のことも同じように可愛がったのだろうと思います。そして、何より祖母を大事にしていたことを覚えています。私は、 直接祖母にこのことに関して聞いたことはありません。今となっては聞くこともできない場所で眠っています。母もこのことについては片手で数えるほどしか触れてきません。きっとこれからもそうでしょう。ですが、この話を聞いて私はなんとなく胸につっかいていたものが落ちた気がしました。なぜ、 あの軍服の男性の写真だけが気になっていたのか。今、その写真は私の実家にあります。私の母だけ父親が違うから、ということのようです。祖母が亡くなって、祖父の家に置いておく理由がなくなった、ということなのでしょう。それが厄介払いなのか、優しさなのかは私にはわかりません。 このエピソードそのものも戦時中の悲劇と人によっては見えるのかもしれません。戦争で夫を亡くした妻たちの選択肢。私は祖母のその選択肢が幸せなものであったと信じています。